どうも、フィッシャーズシルクです。フィゲタンです。まさに、どうんだ、ほうかと思った。さあ、ここにあるコップに。あらあら言わないんだ。はい、こちらにかき氷のシロップを4つ用意しました。かき氷のシロップってなんか全部同じ味らしいのよ。なんかね、元は一緒で色だけ違うみたいな。そうそうそう、なんかの生地かどうか忘れたけど、味は同じだけど香りが違うんだよって言ってる人いたのよ。それ味じゃねっていう。こちらのシロップ味同じだから、目つぶって飲んで、うわー同じだー、もうなんか微妙かなと思って、ここに一つずつこうやってバーって出して、そこはあなたたちは見ています。ですけど、そこから目隠ししてもらって、ここにね、着色料買ってきたんですよ。この着色料をメロン味のシロップに赤混ぜたりすれば、あ、色が変わるわけか。で、同じ色だったら、もしかしたらまあ赤になっているメロン飲んでも、あ、これイチゴだっていうことになるんじゃないか。あー、なるほどね。人間はどんだけ目の、その色に頼ってるかっていうのを検証する。同時実験だ。全部同じ味なのか、プラス色にごまかされて、あ、これイチゴだってなっちゃう。なるほど。まあとりあえずやっていこう。で、これ目隠しは誰がするの？ガリとデブ。ここだ。あ、誰だ。これ何？スイカです。なかなかレアなの持ってきて。はい、かき氷メロン。おりゃ。うわ、緑だね。出た、ブルーハワイ。出ました、よくわからないやつ。ブルーハワイっていう味がまず何なの。そう、こいつだけそれで成り立ってるのがすごいよね。で、うおー、さくらんぼのかき氷。まあ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 。じゃあ目隠しお願いします。一回とりあえずシロップを、お二方には飲んでもらいます。じゃあこれからいきましょうか。飲んでいいよ。ああ、じゃあ二人でせーので出してもらいましょうか。はい、せーの、ブルーハワイ。そう、どっちかなんだよ。そう、赤は絶対にない。では次、次これです。ああ、これは簡単だ。うん、喉いってえ、まそう、甘すぎていける。俺はな、決めた。せーの、スイカ。ただサクランボ味を食ったことがないからわからない。後味で判断するしかない。そう、色で見てるわこれ絶対。じゃあ次これでいきましょう。それにすんだ。あ、これはもう、これはもう絶対間違いない。え、わかんねえ。これで俺さっきの問題が合ってたんだなっていうのを確信した。せーの、サクランボ。ラストでございます。ラストですね。あー、これ、いや、ミスった。最初間違えた、絶対。あ、これはわかる、これはわかる。これだよ、うわ、マス。これはわかる、これはわかる。じゃ、とりあえず訂正でいきましょうか。うん、そう、はい、最初から飲んだので、こう、当ててって。そう。じゃあ、ダホから最初から言ってって。最初がメロン、メロン、スイカ、サクランボ、これが最後がブルーハワイ。ほう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 。じゃあ次、テケタ。俺は一緒。一緒、全く一緒。ほう。え、もう最後は絶対ブルーハワイ。あ、これかってなったもん。うん。え、ブルーハワイ一番分かりやすいよ。そう、分かりやすかった。これ本当に分かりやすい。ミスったな。じゃあ順番を整えましょうか。はいはいはい。ああ、右から最初に飲んだ順番で。じゃあ外していいよ。はい、ドン。最初ブルーハワイ。あー、合ってたの。あ、ブルーハワイとメロン分かんねえな。ブルーハワイ、スイカ、サクランボ、メロン。あー、じゃあ俺一番最初ので合ってたんだ。いや、でも本当にブルーハワイとメロンが分かんない。まあってことは結構色での補正がかかってるんだね。可能性があるってことだ。サクランボだけちょっと分かるけど、他3つはほぼ一緒。それではね、着色料をね、入れていこうと思います。ブルーハワイ、スイカ、サクランボ、メロンと思ってます、はい、こいつをここ、こいつをここ、うん、こいつをここ。面白い、これは面白いな。 いくよ。行くぜ。うおー、うわー、待って、こうなるんだね。じゃあ、行くよ。黒とかやだ。やばいやばいやばい。こちらをね。あれ、うん、それでは、目を開けてください。せーの。ええ違う、これは惑わされてはいけない。だってこんなん黄色じゃん。青じゃん、緑じゃん、赤じゃん。じゃあ、飲みましょうか。え、わかんなすぎる、これは。あ、じゃあ、色に、見た目に騙されてる、これは。あ、じゃあ一応せーので言ってもらっていいですか。せーの、メロン。おお、まあ一回合ってるよね、こいつとは。多分メロン。じゃあ次、次行きましょう。はい、ね、キモくね、これ。こいつは騙さねえよ。多分着色料も多少味あるんだろうね。俺これ全問正解できるんじゃない。多分本当に似てる。じゃあよ、せーの、スイカ。オッケー、オッケー。ほうほうほう。色はね、どう見てもブルーハワイなんだよ、これ。お前口や。着色料の塊みたいなのが言ってる今。なんか味が全く分からなくなった。こいつだけ一番ドロッとしてた。こいつだけね、飲まない。怖いこれ。ちびる、また痛い。また痛い。ちびるが女子プロレスリングみたいな。ペケコングになってる。長いわかった。もういいや。分かんない。飲みたくもねえ。せーの、さくらんぼ。これいきましょうか。なんか浮いてる。これ浮いてるの飲んだ方がいいのかな。あ、これうまい、これ。
だー惑わされた。粉やばい、粉の威力が。じゃあペケ、うん、俺はこれは大丈夫。おお、どう、うま、あ、待って、とりあえずね、皆さんこいつらね全部飲み終えて、まあ色に騙されつつやったわけですね。いやでも色ってすげえ大事だね。なんかでも メロンとブルーハーネすっげえ似てんだよ。こいつはザ、あーやめたかよ。はい、こちらブルーハワイです。またかー、ほぼ一緒だもん。こちらブルーに赤混ぜました。じゃあ地の色はちょっと残ってんだこれ。そう、2番目スイカです。おお、次がまあさくらんぼ。まあ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 、つったら残りはメロンです。メロンですね、はい、いや分かんねえな、メロンと、これがメロンとブルーハワイ本当に分かんない。へえ、じゃあ逆にやる前にちょっと最初飲んでたら分かるけど、うん、俺ら窓わしからこれスタートされてるから、そうだから正解が分かんないままやってるの。そうってことでですね、結構やっぱ色に頼ってるということが分かったけど、味は一緒っていうかやっぱ風味だな。うん、うん、ちょっと差はある、やっぱりちょっとだけ差はある。やっぱり、うん、あと1個言っていい、俺のコップがすげえおしゃれになった。はははは、着色料だな。動画見てくれてありがとう。説明欄の方にセカンダリ、ツイッター、おすすめ動画いろいろとあります。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アデュー。はい、OK でーす。ありがとうございます。行こうぜ、行こうぜ、飲み行こう、飲み行こう。